焼きうどんを作りましたよ。煮込みうどんです。いきなり物足りない、少ないんじゃない、これ母ちゃんが作ってくれましたね。これはこの間の残りの豚さんだっていうのが母ちゃんの今歌にしてますよ。豚さんが、豚さんだ、はい、小松菜と豚さんだ、しめじも入ってる。すま、これね、こうやって使ったらね、昨日ね、コメントでね、お箸の使ってくださいってコメントがありました。レンゲで食べたんですよ、もう茶漬けだったんで。入れたのに、そのまんまレンゲで食べたら、お箸の使ってくださいってコメントがありました。お箸のですよ、脳がついてるんですよ。だから私は、コメントのちゃんと返してくださいってやりました。コメントの。はい、豚を入れました。豚が入って、むっちゃ豚。豚さんだ。あ、いいですよね。これなんで始めてましたね、母ちゃんに撮らせてて。横でやりますから、自分で、ね。早く眠ってください。はい、おはようございます。すぎょーでございます。これですね、もう一個あったんですよ、これ。撮影してなかったんで、これでごまかしますけど、皆さん、これ、母ちゃんとどっちをして、カレーうどん。あとは先ほどに出しますけども、豚を入れました。はい、でこれでいただきます。これは母ちゃんが後で食べてください。いただきます。母ちゃんがですね、妻がですね、動画を撮るときは、ショート動画出すときは、あれを、あの歌をもう決めてます。だから、助かります、一つは。妻が出る動画は、豚さんだっていう歌があるんですよ。いらんで。豚です。豚さんだ。お上手したんです、豚は。うん、朝ごはんはこういううどんがいいね。もう寝たね。もう母ちゃんは寝たね。豚さんだ、豚さんだ。みんななんであの曲かけてるかわからないでしょうね。これは日曜日に母ちゃんがキムチうどんを作ったんですよ、鍋。その時にしめじと豚肉が余ってました。それを私がチャラチャラ炒めて塩コショウで入れました。これがご飯に合うからです。うん、豚肉にね、こういうのに豚肉入れると豚の臭みが消えるんで、うまいですよ。うまいですね。これをここに入れようか、これをここに入れようか、ちょっと悩んでるんですよ。なんかカレーなんで。ただこれをこれに入れるとレンゲがないと食べれませんよね。なんでこっちに行けるとガツガツいけるか、こっちに入れるべきかなって悩んでるんですよ今。ただなんでかって言ったら、昨日のコメントで妻から、母ちゃんから、これにからし菜をもらって、レンゲで雑炊を食べてるときに、お茶漬け、
これをお箸で入れてレンゲで食べたんですよ。そしたらコメントがあのパンダみたいなアイコンだったんですけど、お箸の、箸のちゃんと使ってくださいってやった、箸のちゃんと、なんかあれもあるんですかね、言葉があるんですかね、子供たちの箸の、箸のちゃんと使ってくださいってコメントがありました。箸の、箸をつかめってことで、私ちょっと前でこうやるときあるじゃないですか。でもあれスプーンなんですよ、レンゲ。意味がわかんないです。箸のちゃんと使ってください、見てください。それで私は意味がわからなかったんで、コメントのちゃんと返してくださいって流しました。ありがとうって一応言えました。ありがとうって言えないと返ってくるんですよ、絶対に。何言ってんだクソ親父って言われるんですよ、あれ。ありがとうって言えとけば言えないんで。ただあの人は登録してませんから、あの増えてませんでしたから、その時1個も増えて消えたのかもしれませんし、誰かが。でもああいうすぐツッコミの入る人は私はもともと嫌いなんで、ツッコんでくるんで登録しません。だからいいんです。弁当屋も一緒で、買わない人に媚びを売る必要はないんです。もう分かりますよ、私は頑張って売ってきて苦労しましたから。これなんかですね、濃いんですよ、このすき焼きうどんみたいな煮込みうどんだから、もうこれに行きます。すいません、美味しく食べさせていただきます。はい、これは使いません。これなんかに使おうといつもは思ってますけど、これですよ、これ、これがうまい。この煮込みがおにぎりの人がそろそろ来そうだな。この時間にですね、ヘルメットかぶって自転車乗って兄ちゃんがいるんですよ、ちょっとあんまり喋らない子だから、いらっしゃいとも言えないんで帰るんですよ、そこに。あの子2個買うんですよ、大きい弁当、もったいないんですよね。でもあの人分かってても寝るんですよね。だから大きいの2個なんで900円で、その時にこういうラーメンも買うんですよ、150円のだから1050円使ってくれるんですよ。朝の1050円は貴重ですよ。でも寝てますから、知ってても仕方ないです。だから私はだからこうやってすいませんね、見るようにしてるんですよ。行ったら走っていけば前に買ってくれるんで、喋らないですよ、こんにちはとか何も言えないから、もう出て逃げるんですよ。あの犬連れておにぎり買う人もそうです。でも分かってても寝る人がいるんで、どうにもならないです。寝てます、もう寝てます、すみませんね、これ電源がないんで、もうここからこのまま食べるしかない。もう最近開き直りました。ちゃんと食べてもレンゲのとか言われるし、いろいろ言われるし、おいしそうで、おいしそうじゃないですか、こんなんがおいしいんじゃないですか、こう食べればおいしいですよ。うん、めっちゃうまい。これカレーじゃなかったですよ、煮込みうどん。だからこれを私昔から小さい時焼きそばと飯食べたんですよ、焼きそば飯好きだったんですよ、 UFO とか文句言う人いっぱいいたじゃないですか。今やそば飯とかあるじゃないですか、わざわざ。だから先行ってんですよ、私はきっと。うん、おいしい、これやってください、ぜひ。これの煮込み買わない方がいいですよ、カレーがいいです、カレー、カレーうどん。もう一つあるんです、あれ買った方がいいです。多分母ちゃん買ってきてね、100円ぐらいあると思うんですよ。100円ぐらいなら壁を叩いてください。違うみたいです。100円以上ですか。寝てます、寝てるから返事もしません。
うまい。うん。特に歯のない人には、これをリゾットっていうか、噛まないでいいじゃないですか。胃に優しい。うん。もう私は大体飲んでるじゃないですか、食べ物、硬くても。もう胃がボロボロだと思いますよ。だけどこれだと、柔らかいし。うまい。昨日ここで転んだんですよ。目の前でバーンって。後ろのお客さんいっぱいいて。旅行に行った人は、こんな感じに見て、大丈夫ですかって何も言わなかったんですよ。で、そばが落ちたんですよ。大丈夫ですか、何も言わないで行ったんですよ。後ろに行ってた時、あの人何って、逆に後ろの人怒ってました。何やあの人って。ここに、釘が出てたんですよ、この板に。折れて、釘の頭が。そこに、このスリッパって穴開いてるじゃないですか、ほなんとか丸い穴がいっぱい。あそこに入って、抜けなくなって、バーンって。うわスローモーションのように。弁当作ってる人笑ってましたよ。似てますけど。あの人は大声で笑ってました。普通思うちょんで倒れる還暦じじいを見て死ぬのかと思ったんじゃないですか。でも私は前の手でパッて押さえて助けました。自分で自分の体を守りました。でその時に横にいたおっさんは何この野郎って感じで、あれ女性だったら飛びついてたと思いますよ。だから身近でもあんな無関心な人っていうかいるんですよね、いっぱい最近。まあこの沖縄にもいっぱいいます。無関心、興味がない、そのくせ人の悪口を言う、文句言う、弁当は安く買おうとする。大変です。これは頭がいいとか悪いとかじゃなくて、あのいつも言う人たちも同じような人たちです。人のためにはやりません。自分の会社の出世とか、そういうのをよく考えてくれてると思います。うん。はい。今日は全部食べました。箸の、ちゃんと使いました。箸のもちゃんと使いました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう早く切ります。箸のちゃんと使い方を勉強しておきましょう。あ、まだ長くなったの。それでもさよなら、ごちそうさまでした。